暴力深夜、グロテスクな表現が含まれます。アルマサフト。こんな感じです、きっと。モコシキワンコスキーさんが共存されてる。はい、どうも、タクタクです。というわけで、今回は、えー、こちら、恐竜刀という、えー、ゲームをやっていきたいと思います。ホラーゲームです。いや、なんですかね、このオープニングの,このタイトル画面から、清楚そうな女の子と、ね、活発な、なんか運動とか得意そうな、ワイルドな、 巨乳な女の子とか、もういきなり贅沢な、編成 <laughs>、贅沢な、贅沢な二人になってます。そ,そしてその後ろに、迫る教授たち、みたいな。これなんか、あれですね、なんか、薄い本とか、ちょっと、健康そうな男子が好きそうな設定になってますけども。いいんだ、そんなことは。設定からまずは見ていこう。うん、あんま関係ないかもしれない。やっていきますそれでは、初めから。 f 合には十分注意して開発を行っておりますが万が一フリーズなど進行不能になった場合は F5 キーを押していただくことでゲームをリセットしてタイトル画面に戻りますその際保存していない進行状況は失われますご了承くださいまあまあまあフリーソフトだね、えー、見えない薄く見える、えー、ガンマ視調整をするとああなるほどねまあちょっとわからないけどうん進めていきましょうあすごいおごいおねえお久しぶりだ クよ。黒沢シが代表を務める青浜コーポレーションのダプロジェクト作り込まれてるなスカーレットアイランド青浜市マシーオープンしたこのパークここは水族館や博物館、植物園などが集まった自然テーマパークです。不穏な雰囲気だけどスカーレットってだけでちゃんと書いてるとか名が。 USJ っぽいあっ <laughs> 言っちゃった香りお姉ちゃん早く遅れちゃうこれ行こうとしてんのかなこれはあやめ待ってすぐ行くああこれあやめちゃんこれいあれだ妹とお姉ちゃんだったんだねこれお母さんがなあやめ香りを頼んだわよ心配してきてよお母さんはあの子はもう中学生よでもあんたたち2人だけで旅行なんて心配しようね何も起こらないわ お姉ちゃんは何歳なんだろうだけど何か胸騒ぎがするのよ大丈夫大丈夫じゃあ行ってきますもう早速誰か死んでるよ、これ。俺スカーレットアイランドに何がおるんプロローグ「転落の日」うんもってるんだ すごい屋内動物園って初めて見たお猿さんかなね来てよかったでしょおっ萌ちゃんこれってプレーオ,オープンをうんレセプション行ってみましょううんあ主人公は かおりちゃんなんだえー、なんか俺あのワイルドな方だなのかなと思ったけどお金0円お姉ちゃんが持ってんのかなアイテムクラフトクラフトできるのクラフト機能付きかおり行きましょう行きましょうお姉ちゃんどこ行ったんこれ走れんのかなあ走れます待ってお姉ちゃん人がすごいこれあれだなこれはぐれるんじゃないこれ 姉ちゃん、待てや、ちょっと、手つないでけ姉ちゃん、どこ行ったのねえちゃん。あちゃん、どこ姉ちゃん、どこよ進化、味しいス。こっち、合ってんのかな香り。すごい人だ、だかり。うん。いちゃんは姉ちゃん、どこえ、ちょ、ね、なんで、姉ちゃん、置いてくんだよ手つなげ。 手繋ぐのおかしいかでもいい年して <laughs> お前じゃ勝手に先に行かないでよごめんごめん見て始まるみたいさあ始まるわよお前ら邪魔なんじゃないかそれそんな通路で伝ってたら姉妹よお前たちよカンナさんって人なんですね皆様ようこそスカーレットアイランドへ私は黒沢亮 CEO の秘書兼研究所所,所長の井ノ原カンナと申します本日はこれほど 多くの皆様にお会いできてとても嬉ししく思います。東クは自然と人間のあ人,類、ね、人類の共存をテーマにさまざまな体験を楽しんでいただく複合エンターテインメント施設です、うん。ガラスの向こうに見えるのは我々が取り組む保護研究の現場です。今日は特別にその現場を間近でご覧いただきます。がその前にまずは黒沢 CEO が監修したビデオを上映いたします。これを見ればきっと東クの理念がわかると思います。 それでは皆様、前方のスクリーンをご覧ください。CEO がう映るんですかね。これが CEO。こんにちは、皆さん。CEO の黒沢亮です。ようやくトーパックを皆様に楽しんでいただける日が来ました。動物園、博物館、水族館、きっとご家族でご満足いただけることでしょう。今日ばかりは日々の疲れを忘れ、目いっぱい楽しんでください。特に大きな。 見どころはパークで保護されたコキ,コキヒチョウです土地開発によって今では一部の地域にしかいない幻のチョウ当パークではこうした生き物を保護し繁殖させる実験、えー、実証実験を行っていますもしこうした生き物と人間がお互いに助け合い共存できたらここはそんな私の理想を描いた街並みがありますさらに東クではんどうした香りえ これで終わり変ねえどうしたのかしらん叫び声が何かおかしいよかおり待ってなんでかおり行っちゃったんあやめちゃんになった今度はなんでそっち行ったのかおりいない何なの暗うおなんか右側から聞こえるよ 行けるわけじゃないえ要はこの中入ってったねあ誰か死んでるしこれはし死んでる何かあこれセーブするとこれセーブするのねえどこ行ったあいつここか何をお何をエレベーター使えエレベーターじゃないゲートえどこ行ったん マジマジちょっと大丈夫よこっち行ってあなんか誰か死んでるまた一体どうなってるのどうなってるのっていうか一回戻るでしょ妹どこ行った妹なんでこんな勝手このやべえとこに声も立てずにあ泣いてる泣いてる勝手に行くなよって引き返してこいよお前一回香りねえこのち一体ああれえ 教授がうん、おなんか降ってると人間を食ってやがるうんうんおうおおおどっかで見たぞこの流れバイオワンじゃねえかあっ <laughs> 逃げなきゃ早くこれおなんでなんで妹抱えてんだよお前 <laughs> なんでいる一体なんなのあれ。も <laughs> うなんで妹抱えて妹を気絶したってことこれ。やべやべ走れねえんだけど。走れ、走れ、走れなんでもうボコボコになってこれ。ああああああ。逃げろ逃げろ逃げろおおおおおおお。お,お、どっちに行けんだ。こっちか。こっちなのか。無理やりこれ。あシフン逃げて走れた。走れた走れた。違うボタン押してた俺ずっと。 こっちかこっちかこっちじゃないやべえだろこれああガスボンベでなんとかあれは一体何がお姉ちゃん大丈夫大丈夫よお前歩けマジでなんか良くないことが起こってるあイムも見たらわかるよね何か完全な場所へこの人死んでるぞぐるっとタイム5月号見る 大特集スカーレットアイランド自然と科学の調和を、えー、掲げた巨大パークその名もスカーレットアイランドリアルな街並みの中で動,物、えー、動植物の保護を行い人間と動植物が共存する社会を実、えー、再現するそんな素晴らしい理念を掲げるのはパークのトップ黒沢 CEO「死は、えー、緑が増え野生と触れ合うことで我々の生活はより充実したものになるのです」と笑顔を見せたその前に血の方が増えたけどな緑よりな えー、こっちになってるやった外だ外が安全とだぜ思ったお前早く早く逃げないと開かないそんなやば、まずい来ちゃったおお姉ちゃん危ないああそんな妹死んだんだが 食べてるんだが。そ、そんな。か、香り。あの、妹ちゃん死ぬんやね、いきなり。う嘘でしょう。香り。香り。だめ、どうして。ひ<火>。もうも、なんもす姿は形ねえよ、もう。え、バッドエンドなのかな、これもう。うん。香り。ごめんなさい、私は。 もう逃げるしか逃げるっきゃねえよなもうお姉ちゃんかばって死ぬんだいきなりこんなんあり残された希望いきなり妹ちゃん死んだでここからがスタートうう よかった。目を覚ましたんですね。心配しましたよ。ずっと眠っていたから。ここは。ここは一時的な避難所です。覚えてませんか滝。はあ、妹が、食われている目の前で。そうだ、化け物に襲われて香りはあの、大丈夫ですかい,いえ、ごめんなさい。か、香り香り私、エリカって言います。え 妹そっくりの少女、エリカ。エリカお辛いことがあったんですね。この避難所にいる人たちもそういう方ばかりです。あの化け物が現れてから大勢の人が亡くなりました。生き延びたみんなが集まってどえ、こうして身を寄せ合っているんです。そうなのそうだ。そういえばあなたのことは何と呼べば私はあやめ。 あやめさんきっと大変だったでしょうでもきっと大丈夫ここにいれば安全ですからリーダーおよかったようやく目が覚めたんだないついつまで寝てたあえっ、ー、とこの方あやめさんを水辺から一緒に引き上げてくれたんですそうなんですねありがとうございますない例には及ばない見つけたのはこの子だあなたがありがとう脱出経路を探している時にたまたま見つけたらしい脱出経路 あ,あそうだ船着き場に連絡船が停泊しているはずそこまでたどり着けば全員で脱出できるこれ君の分の食料だこれなんだろうねこれはキャラメル2個か焦げたトーストチョコレートでした <laughs> チョコレートそれ <laughs> で悪いがこんな状態だ切り詰めないとなまあ無理はせずしっかり休んでくれじゃあな あの方、見ず知らず同士なのにみんなをまとめてくれてるんです。誰かがやるしかないからって。そう、すごいのね。ええ。そういえば、あやめさん、特にひどい怪我でしたから、どうか安静に私、包帯がないと、えないか見てきますから。妹死んじゃった。あの時死んだかと思ったけど、まさか生き延びるなんて。妹は死んだが、あの子、香りにそっくり。だけど、香りはもういない。何、次から次へと。今のエリカ。 何かトラブルでもあったのかしらパークの責任者どこにいるんだクソああ母さんこれ話しかけなくてもいいいいからいいねこれね街が襲われてから私は夢を見なくなるうんよがえるだけいいねこういうなんか話しかけなくてもいいシステムいいねやめてください返して老人おい説明書ようなんだ 何なんだこれはエリカなんだお前はこいつの味方をするつもりかえー、どえどええこいつの味方をするということがどういうことか分かってるんだろうなえどういうことだよ全員聞いてくれこの娘はこの娘はこのパークの責任者黒沢龍の孫だ責任者の孫老人 これはこいつが落としたもんだこいつはみんなに黙って避難所に隠れてるんだ群衆責任者の孫だってあの女の子だよなんで避難所にいるのよヤツの身内なら知ってるはずだあの化け物は何なんだよなんでなんで俺たちがこの目に遭わされなきゃいけないんだどどういうことなのい,いやー騒がな静かにしろ化け物の居場所がバレる 何があったんだこいつやあの黒沢の孫だ。黒沢本当なのかそ、それは。この状況がわかるかみんな気が立ってる。みんないろいろなものを失った。見てみな、彼らの目。俺だってそうだ。家族はみんな死んで一人ぼっち。これ以上この場所に混乱をもたらすわけにはいかない。全員が自滅をたどるのか えー、断固処罰して秩序を取り戻すかだそんなひどい好きでやってると思うのかこれ以上の厄介事はごめんだわかるだろうどうすればいいかい,いやどうするの10分がどうなったんだろう 二人で出ててくっていうことになったねまさか本当に追い出すなんて。ごめんなさい。私のせいで、あやめさんまで。これ立体袋ってことなんですかね。あなたを人にするわけにいかないもの。いいの、大丈夫。私、人が、あんな顔をするのを初めて見ました。まるで鬼。すごく怖かったです。えい,いか。みんなとても親切にしてくれていたのに。あやめさんも私のことが許せないですか エリカは倒れていた私を助けてくれたエリカがいなかったら私死んでたかもそれにおじいさんのことはエリカに関係ないじゃないあやめさん絶対脱出しようきっと大丈夫だからありがとうございますさてこれからどうしようこんなところにいたらいつ化け物に襲われるかそうねどこか安全な場所を探しましょうおこういう行動 こんな感じで行動ですかうん。人と動物ともに。これやっぱ死体袋ってことなんですかねきっとね。うーん。うーいめっちゃびっくりしたいいんじゃん、そして。バケモン殺される人ばかりじゃありません。きっと絶望のせいに自分で。そんな。今言ったよな、こっちにな。うひどい。 何いたんですかねこの町にはどこだどこだなんだなんだいたどうかした大丈夫さっき追い出された時に足首ひねったみたいでひどいわ枯れちゃってるそそんな大丈夫ですかいいえ二人で生き延びるためよねえエリカこの先お互いに遠慮なしにしましょうでもでもややだってはなし生きるか死ぬかだからそうですねわかりましたよろしくお願いしますこの上に上がればいいのかな 横に、横に行ってみるのもありだけど、なんかいるか。なんもいない。ここは開かないのか。こっちはこっちは行けず。まあ、上に行くしかないじゃあね。すぐ見つかって死にそう。おー、怖いはーい取り返い驚かしやがって。 ここがスタッフ専用のエリアです。一般のお客さんの立ち入りはご遠慮願います。そういう、ここが。あティッシュペーパー。これは、あ、布切れか。止血用の布切れ、えー。わずかに体力を回復する。取得する。布切れゲット少しは足しになるかなエスケープからアイテムを使う。アイテム。アイテム。 布切れ使うあ回復した、うんバッテリー切れか水浸しだね何があったマジ料理コーナーこいつか蛇口が壊れてる蛇口が壊れてるこんな漏れ出します おお、音よ。絶対なんかおる絶対なんかあるぞ。それをセーブさせてもらいたい、これは。セーブさせてもらって。どこえ、この部屋にいるってことああ、誰か生きてるのあだあめ大丈夫ですかひどい怪が大丈夫、きっと大丈夫、動かないで。後ろ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 ば、この化け物危ないま、待って あなた,たち人間ごめんなさい物音を聞いてできる化け物だとけど生存者だったのねよかったまだ希望ある、えー、ついてるな俺たちえー、地獄に仏けねえ俺たちは船着き輪を目指していたんだこの島から脱出するために船着き輪そこから逃げられるんですか俺たちが島に来るときに乗った船だ間違いないだが失敗した途中で化け物に襲われてしまってもう目と鼻の先だったのにしかないわあの窓と死んでたわよ なんとか逃げてきたけど、ここだって安全とは言い切れない。えあなたたちが入ってこられたように化け物だっていずれ。このままだと自利品よ。何とかしないと。やっぱり早く脱出するしかない。そう、でも奴らのものすごい数よ。悪くすればすぐにでも、えー、食われるわ。でも、もうあんな、えー、目に合わせるのは絶対に嫌。この子、エリカのこと頼んでもいいですかえ私、行ってみます。船着き場までのルートを確保してまた戻ってきます。 ッコの上なのね分かったこれさっき店内で見つけたの持って行っておもちゃの無線機なんでおもちゃパークで販売されている無線機えー、有事の際には連絡があるえー、非常時には連絡をし合いましょうわかりましたん開けてくれたこのラジオの歌この先の放送局からだまだ生存者はいる金曜俺たちも一人じゃない希望してるな <laughs> なぜ <laughs> なぜそんなものがラジオで 申し訳ないけどあなたが出た後、しばらくしたらこの部屋を、えー、封鎖するわえあなたが持ってきたら必ず開ける約束よ分かりました皆さんに見つかったら一家の終わり当時気をつけて敵の背後を移動することで視界をかいくぐることができますなるほどじゃあここセーブしてはいとってうこたところでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います 次回はじゃあ、船着き場探しですね。それではまたお会いしましょうしたっけ